今日は土曜日の20時ですが、香川のグルメを紹介したいと思います。ということでヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今まで紹介したさぬきうどん屋さんは合計280店舗なんですが、今日はさぬきうどんではなく香川のドリンクスタンド屋さんの紹介をさせていただきたいなと思います。ということで今日は香川県高松市にあるユニオンさんの方へ向かってっております。それではこのユニオンさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが、まだできたばかりなのでありません。 Google の点数は 4.7 点となっています。営業時間は月曜から土曜日までが8時から24時まで、日曜日は11時から18時まで、定休日は不定休となっています。交通手段として車の場合駐車場はありません。最寄り駅が河原町駅で350メートル徒歩4分ほどととても近いです。おすすめはもりもりいちごサンドです。スムージーとフルーツサンドの専門店、2月にオープンしたばっかりで今期間限定ですがアプリダウンロードでサービスがあります。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは、いらっしゃいませ。検温ですかね。はい、検温と消毒をお願いします。入り口には検温器と消毒液があるのでちゃんとやってから入っていきましょう。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。スムージーとフルーツサンドのお店でございます。はい、さっきアプリ取ったんです。はいはい、ありがとうございます。どうしたらいいですかね。ですね、アプリ取っていただいたお客様は今あのフルーツサンド1つプレゼントしてますので、はい、はい、こちらのアプリのスタンプカードのボタンを出してください。はい、でスタンプゲットのボタンを押していただいたら、スタンプゲット、はい、こちらの QR をゲットね、多分行けたんですかね。はい、あ、OK です。ありがとうございます。それで1つプレゼントします。はい、ありがとうございます。大きなのをプレゼントしますので選んじゃってください。そしたら、はい、このもりもりいちごサンド、はい、ありがとうございます。あとジュースも頼んでいいですか。はい、当店はスムージーのお店なので、はい、バナナジュースが上ですね。あとは、こちら僕酵素スムージーマイスターというのを飲んでまして、酵素をたくさん含んだ、スムージーを作りできますよっていうのが、まあ、得意技なんですけども、スムージーの観点でいうとちょっと体を冷やしてしまうので薬膳師さんのルビーさんとコラボをさせていただいて、体を温めるスムージーというのを今ご用意できるのは人参の麹を使った人参麹と、あとセロリ、パセリなどの香味野菜を使った香味グリーンジンというのを、じゃあ、あとはその、スムージーをベースにした神サワー、神のようにうまいサワーですね。こちらは、まあ、酎ハイになるんですけども、はい、ノンアルコールでもご用意いただきます。はい、じゃあ、バナナ、チョコバナナでいいですか。チョコバナナ、はい、止まりました。お願いします。じゃあチョコバナナでお願いします。はい、以上で。はい、では一つ無料になりますので、はい、チョコバナナの S サイズ、会計が480円です。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ先にお願いします。はい、この日は香川の飲食系ブログ、うどんは別腹の管理人さんのデブ吉さんと来てます。
デブ吉さんはダブルベリーサンドとグリーンレモンの神サワーを注文してました。はい、ありがとうございます。階段に座って食べてもいいんですが、ちょうどテーブルのある席が空いているのでそこで食べていきます。店内はこんな感じになります。白を基調にしたお店で小物もすごくおしゃれでした。席には電源もあります。それではいただきます。まずはもりもりいちごサンドから食べていきますね。ふわふわで生クリームの甘すぎない程よい甘さがとても食べやすいです。パンも柔らかくて、まなべや製パン店さんのを使ってるみたいです。いちごの酸味もアクセントになって美味しいです。それではチョコバナナジュースいただきます。グラスの内側にはチョコをかけてておしゃれです。牛乳で割っててもとても濃厚なバナナでした。結構お腹いっぱいになれるボリューミーさです。デオキさん、これどんなんですか？これ何でしたっけ？これ神グリーンレモンサワー、はあはあすごい果実感を感じて、後からほのかにミントが香ってくる感じですごい美味しいです、ちょっと値段高いかなと思うけど飲んでみたら分かるぐらいすごい美味しかったです。ミントがあるんですね。あとレモンといいですね。もし今日の動画を見てスイーツ食べたいなって思っていただけた方、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。友達同僚にスイーツ好き香川県出身の方おられましたら、ぜひこちらの動画のことをお勧めしていただけるとすごく助かりますのでお願いします。今回のお店が好きな方におすすめのお店を下の概要欄に貼ってあるので、ぜひそちらから動画見てみてください。それでは最後の一口いただきます。僕もそうなんですけど、甘いもの好きだけど普段あんまりお店で食べないって方、今ならアプリをダウンロードするだけで食べられるので、ぜひお試しで飛び込んでみてください。とても美味しいです。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。あ、どうもごちそうさまでした。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。